皆さん、こんにちは。ハロー通訳アカデミーの上山です。それでは、これより2023年度全国通訳案内試験第1次筆記試験通訳案内の実務の解説をさせていただきたいと思います。まず最初にこの動画をご覧になる皆さんに2つのお願いがございます。まず第一は2023年度受験用の通訳案内の実務の傾向と対策と官公庁研修テキストの2冊の資料を印刷してご用意いただきたいということでございます。はい、通訳案内の実務の試験は2018年度から実施されていますが、過去5年間 95% の問題が官公庁研修テキストから出題されております。で、この動画でも官公庁研修テキストを適宜参照しながらお話をさせていただきますので、ぜひ官公庁研修テキストもお手元においてこの動画をご覧いただきたいと思います。これらの資料がお手元にありませんと、この動画を見ただけではほとんど意味をなしませんので、よろしくお願いいたします。ご自分で印刷できない方はハローの、ハロー、カラー印刷サービスをご利用いただければ、格安で、資料をご提供できますので、ぜひご利用いただきたいと思います。さて次に、2番目のお願いですけれども、皆さんにはぜひ赤いボールペンを1本ご用意いただきたいと思います。私は資料の解説をするときに、下線を引いてくださいとか、くるっと丸をつけてくださいなどとよく言いますので、皆さんは赤いボールペンで資料にどんどん書き込んでいっていただきたいと思います。で、そうすることによって重要事項が記憶に残りやすくなりますし、また後で皆さんが復習するときに、とても便利かと思います。はい、それでは目次のページから順次解説を始めさせていただきたいと思いますので、目次のページをお開きください。で、目次は1ページのガイドラインから、最後の2018年度問題と、回答までこのようにございますが、もちろんこれはもう全部の項目重要ですけど、これから私が申し上げるページに赤いボールペンでくるっと丸をつけてください。3、星印が2つあって官公庁研修テキストの学習法というところですね。左側の3をくるっと丸、次に4、5、6、7、8、9、10、18、30、38、37、41、42、2つありますね、42、43、49、56、64、70と、ちょっと半分以上に丸をつけていただきましたけども、全て重要ではありますけどもね、今私が申し上げたところはまた特に
重要なところですので、また復習をされるときに参考になさっていただきたいと思います。はい、それでは次のページ1ページガイドラインというところからご説明をさせていただきたいと思います。はい、2023年度のガイドライン、これは昨年の2022年度と全く同じで変更はございません。一応確認をしていきたいと思います。はい、で試験、全体について、通訳案内の実務についての筆記試験は、全国通訳案内士が通訳案内を行うにあたって必要となる関係法令に関する知識、ちょっとこの関係法令ちょっとくるっと丸、旅程管理の実務、これも旅程管理の実務くるっと丸の知識、訪日外国人旅行者の国別文化別の特徴等に関する知識、災害発生時、これもちょっと災害発生、くるっと丸、応急的な医療対応、応急的な医療くるっと丸、危機管理に関する知識、危機管理くるっと丸について、基礎的な内容について問うものとすると。基礎的とありますけどもね、2018年度からこの試験が始まって、2018、19、この辺りかなり優しかったんですね。でもだんだん実はこう内容が難しくなってきているという、そういう現実がありますので、受験者の方はそのあたりもきちんと、理解しですね、押さえておく必要があるかと思います。はい、試験方法、試験は通訳案内の現場において求められる基礎的な知識、例えば旅行業法や通訳案内士法の業務と密接に関係する法令に関する基本的な内容や、実際に通訳案内業務に就くにあたっての訪日外国人旅行者の旅程の管理に関する基礎的な内容を問うものとすると、両方とも基礎的なという基礎的な内容というふうに書いてますけどね、だんだん、難しくなっております。はい、本試験、本科目については原則として観光庁研修テキストを試験範囲とすると。ここはちょっと重要なところです。下線を引いておいていただきたいんですけども、原則としてちょっとくるっと回しましょうか。過去5年間平均で、1年間に20問で合計100問の問題が出されておりますけども、そのうちの、95題がこの観光庁研修テキストから出題されております。はい、試験の方法は、多種選択肢すなわち、マークシート方式によるということでございます。はい、試験時間は20分くるっと丸で、もうほとんど見直す時間はないです。で特に昨年あたりはですね、非常に、紛らわしいと言いますか、そういう問題がですね、目にされます。なので、受験者は、きちんとやはりこう勉強しておいてですね、平均で1分以内に正解をですね、この大体4択も多いんですけども、選ばなければいけないと。ですから、時間との戦い、よく受験の感想に途中でこう試験官といいますかね、担当の方があと残り10分ですとか言うそうなんですけども、そこで非常に焦ってしまったと、そういう感想の方
が何人もおられますのでね、時間との戦いということも覚えておいていただきたいと思います。はい、それから試験の満点は50点満点になります。これは地理と日本史が100点で、一般常識とこちらの通訳案内の実務が50点になっております。はい、で問題の数は、20問程度と、これも年度によりまして若干プラスマイナスがございますが、過去5年間ならしてみると1年あたり20問で、5年で合計100問ということになっております。はい、で合否の判定、合否判定は原則として30点 60%、 ちょっとここをくるっと丸してくださいね。30点 60%合格基準点、この合格基準点というのもちょっと丸をつけてください。後ほど、ちょっとご説明いたします。はい、で実際の平均点が合格基準点から著しく乖離した科目については、当該科目の試験員と試験実施事務局から構成される検討会を開催する。でその結果必要があると判断された場合には合格基準の事後的な調整を行うと。この調整は平均点の乖離度及び得点分布を考慮して行うと。受験者からのレポートを総合的に分析すると、2018、19、20、21、22年度の合格基準点は全て30点くるっと丸をしてください。私のところに受験の直後にですね、自己採点をしていただいた方からレポートがこう来るわけですけども、このやっぱり30点 60% であったと思われます。はい、でそもそも合格基準点とは何かということなんですが、この全国通訳案内試験はですね、1949年、ちょっとこれくるっと丸をしてください。朝鮮戦争の時ですね、1949年、70、これで4年ぐらいですかの歴史を持つ国家試験だが、長年にわたり、難関、ごめんなさい、難問、鬼門、珍問の通訳案内試験の異名を誇ってきた。ちょっとここ皮肉っぽく書いてしまって申し訳ないんですけども、で下記はその件で、私がこれ朝日新聞社ですね、あえらちょっと古い話ですけども2015年から取材をこう受けた記事、いろんな雑誌とかですね、週刊誌なんかから、過去にも何回もいろんなこの試験に関して取材を、受けたことがあるんですけども、問題がニッチすぎる難問、鬼門、珍問の国家資格通訳案内士と、こういう題でですね、でインタビューを受けます。ちょっとご参考までにクリックして見ておいていただけたらよろしいかと思います。はい、でマスコミに叩かれるようになって初めて観光庁も重い腰を上げと。やはり霞が関はなかなかこう、改革すると、過去の何かを変更するということに、やはりこうそれは先輩のやったことを否定するということになりますので、自らですね、霞が関が何かを改善するっていうのはなかなか難しいんですね。こんなところまでかとね、こう大思いになるかも分かりませんけども、それがやはりこう現実なのかなと。で、ガイドライン、それから合格基準点の設定改正を重ねてきたが、その際合格基準点イコール出題者がその科目の平均点となるように作成する基準点ということが大前提、はい、このくるっと回る、つまり平均点を取れば合格ということである。これ
もともとはこの、ガイドラインも、もうなくてですね、でもうやたら難問奇問、沈問がこう、全ての科目についてですね、こうやはりこう 見ることができまして、私も観光庁とちょっとパイプもあったもんですから、いろいろとこう、愚心をさせていただいたあったんですけど、やはりこうマスコミが上げて初めてこう観光庁も重い腰を上げたと、こういう、経緯がございます。はい、で、このガイドラインができて合格基準点が設定されてですね、この平均点、このあたりを合格基準点にしようと。ですから、観光庁あるいは JNTO が出題者の方にね、こう、問題の難易、どの程度ですかと、こう一般常識と通訳案内実務については60%、地理と歴史は70%ということなんです。これも経緯がありましてね、この2018年以前は法文科目は日本地理と日本歴史と一般常識の3科目だったんですね。で、2018年の1月4日に、通訳案内司法が改正されまして、でそれと同時にこの一般常識が2分割、されたわけですね。それでなぜで一般常識と通訳案内の実務が 60% かというと、2017年以前に日本地理日本歴史一般常識のこう、長年この3科目でですね、常に一般常識の成績が受験者の成績平均点が一番低いという、こういう事実がありましてね、それでそこを配慮して地理と日本史は 70% で、一般常識と通訳案内の実務は60% と、こういうことで、地理日本史とですね、一般常識通訳案内の実務はのその合格基準点のパーセントが違うと、こういうことでございます。で、次に一般常識が一般常識と通訳案内の実務を、二分割された理由と、ちょっと先ほども触れましたけども、マスコミの批判を受けて観光庁は2016年9月第18回通訳案内制度の在り方に関する検討会から本格的に試験制度の見直しに着手し、地理歴史一般常識の出題範囲を明確化すべき、で現在の合格者は旅行の現場で全く使い物にならないので、旅程管理を含む通訳案内の実務に関する問題を出題すべきとの意見、委員の意見を踏まえて、一般常識は通訳案内士として知っておくべき一般常識と、合格後に現場で必要とされる通訳案内の実務に二分割されたと、こういう、経緯がございます。で、ここに第18回通訳案内制度の在り方とに関する検討会と、在り方検討会ってね、私ども言ってましたけども、私はこの検討会にほとんど毎回、出席といいますか傍聴をねさせていただきまして、そこの経緯についてはね、よく理解しているつもりでございます。はい、で通訳案内の実務は2018年19、20、21、22年度これまで5年間出題されてきたが、ほとんどの問題が観光庁研修テキストから出題して、ほとんどと横にこれ 95% と書いてある、もう何回か先ほどから言っております。はい、次のページ。問題作成委員。で、問題作成委員のところですけども、2018年度から2022年度までの出題形式、内容配点構成を、
分析する通訳案内実務の問題作成員は、まあ2グループで、まあ 1グループ2名、まあ、担当したと、まあ、考えられると、まあ、これはあくまでも私の、推定でございますけどね、はい、で A グループが2018から、19年度の、まあ、この、2年間、まあ、問題を見ていただきますと非常に、まあ、似ております、はい、で2020年度から2022年度これ B グループこの、3カ年間でこの B グループが2023年度、まあ、今年担当するかどうかはこれはもう分かりません、不明ですけども、直近5年分の記述問題、まあ、18年から22年度の出題傾向はよく見ておくことが大切であると、まあ、とり申しますけども、繰り返し同じ問題あるいは類題が出るということがあります。昨年の問題、2019年の問題が出たりとかしておりますのでね、過去問のこの5年間分はしっかりと見ておく必要がございます、はい、で年代別の、大問小問の配点構成、まあ、問題数というところですけども、18年と19年はですね、 2点が 10代、3点が10代の、50点満点と、で問題数はまあ20代と非常に綺麗な感じになってますね、はい、で20年が2点が16台3点が6台で50点、21年、で昨年の22年度は2点が4台で3点が14台の合計50点と、こういうことになっておりましたね。問題数が、まあ、18台と、まあ、一番少なくなっておりますけどね、はい、で合格への道、孫子の兵法にいわく、まあ、蚊を知り己を知れば百戦危うからずと申します。これよく敵を知り己を知ればなんてね、言われたりもしますけども、まず記述問題、まあ、過去問を見て、出題傾向、自分の強い分野、弱い分野を知ることが全ての出発点になるということは言うまでもございません。はい、でそこに5年分、の問題、用紙と、そのこれ前、ハイライトで、ね、回答をつけておきましたけども、これクリックすると見ることができます。また、この資料の後ろ巻末にこの5年分の問題すべて収録をしておりますので、ね、まあ、こちらの後ろの方を見ていただけたらよろしいかと思いますけどね。次に合格体験記を読むことにより合格への道のりを追体験、この追体験ちょっとくるっと思ってですね、はい、まあ、この試験を受ける方、こう、まあ、一発で合格する方もおられればね、もう何年もかかって合格する方もおられます。いろいろなやはりこう、まあ、山を乗り越えてといいますかね、まあ、川を渡り山を乗り越えて、そのこう合格の栄冠を勝ち取るという、そのこう、まあ、努力といいますかね、まあ、こう皆さんがその合格体験記を読むことによってね、ご自分の、まあ、弱点というか、同じ弱点を持った方がいらっしゃるんだなと、で その方はこうやって克服したんだなと、まあ、そういう、まあ、お話はやはり非常に参考になりますのでね、まあ、時間の許す限り、まあ、ご覧になっていただきたいと思います。はい、で合格体験記は合格への道筋、まあ、追体験、まあ、同じようなもんですけどね、まあ、また勉強に行き詰まった時に合格体験記を読むと必ず道が、まあ、開けますと、まあ、この受験勉強、まあ、だけではありませんけどね、まあ、あることを、まあ、成し遂げようとする時に、
まあ、学習曲線の場合はプラトー状態といいまして、高原状態というそういう状況があります。よくこうグラフですと、勉強すればするだけまずこう直線的に、進歩するといいますかね。ところがある段階で、まあ、高原状態プラトーですね。で、まあこう踊り場といってもいいかも。階段があればね、登っていって踊り場があってまた次に登っていくという、まあ、そういう高原状態プラトーあるいは、まあ、踊り場の時にね、これよく、まあ、壁と言ったりしますよね。で、壁を乗り越えると言いますか、そういう言葉ありますよね。そういう、まあ、ブレイクスルーっていう言葉とね、一緒に使うことが多いかも分かりませんけども、そういった時に、まあ、勉強もやっぱマンネリ化するというね、弊害があるかも分かりません。まあ、そういった時にこの合格体験記をご覧いただきますとね、まあ、皆さんの先輩がどのようにしてその高原状態をブレイクスルーしたのかと、いろんなヒントを、まあ、売ることができると思います。そこに5年間分の合格体験記、それから2022年度昨年の一次試験の一次レポート、まあ、受験の直後にですね、まあ、読者の方から送っていただいたレポート、それからあとは第一次試験の合格発表の後にね、まあ、読者の方からいただいた合格体験、これもまあ非常に参考になりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい。3番目、観光庁研修テキスト、通訳案内の、実務試験の、まあ、そこに種本と書いて、種本ちょっとくるっとなる。で、観光庁研修テキストを必ず手元に置いて勉強してくださいと。ご自分で印刷できない場合はハローから印刷サービスをクリックしていただきますと、公式ブログのハローカラー印刷サービスにリンクされますのでご覧いただきたいと思います。はい。で、次のページ、観光庁研修テキストの学習法。で、先日この観光庁研修テキストの、まあ、学習法といいますか勉強法について、動画をアップロード、まあ、させていただきましたけどね、まあ、ちょっと、重なる部分もありますけど、ちょっとご説明をさせていただきます。はい。1、通訳案内の実務の問題の最大の特徴はほとんどの問題、まあ、95% 観光庁研修テキストから出題されているということ。まあ、原則としてガイドラインにもね、原則として、まあ、このテキストから出しますよというふうにもちろん書いてあるわけですけども、そしてこの18年から22年度の観光庁研修テキストからの出題率というのをね、各年度ごとに私がそこに明記しました。例えば18年は20問のうち、全部20問が、まあ、20代のうち20代が 100% このテキストからですよと。19年も同じく、20年が22代のうちの21代ですからね、これが 95%、 21年がまた 100% になりまして、昨年22年が18問のうちの16問、18代のうちの16代ということで 89%、 これを鳴らしますとね、100問で 95%、 95代ということになります。で、しかも繰り返し同じ問題、類題が同じ問題くるっと丸、類題くるっと丸。はい。例えば昨年2022年度のそこに、問題番号1、2、それから11、14、ちょっとここくるっと丸しましょうかね。問題番号1くるっと丸、2丸、11丸、14丸で、これが右側に例えば問題番号1ですと2019年度の大問、
1の問い3と、まあ、同じ問題だったと、ね、問題番号2はね2019年大問1の4と、まあ、同じ問題、まあ、これはあの出題者の方が、まあ、19年の問題をねご覧になってこれもう一回出してやろうかとこういうことであって、なので先ほど申しましたようにね5年間分はきちんと、まあ、今年の受験する方は確認をしておく必要があるということでございます。はい、でまあ、同じくあのずっとこうあと2021年度のね、まあ、そこに1234121718がこう右側にある問題と同じ問題あるいは類題出たよということを明記しておきましたので、ここはあの必ずあの後でご自分であの必ずですねここは確認をしておいていただきたいと思います。はい、で観光庁研修テキストの学習法各年度の問題と観光庁研修テキストを付き合わせて、これは大事なんですね、こう付き合わせることがこれから線引きになってくださいね、あるいはくるっと丸付き合わせて出題者の問題作成のプロセス、ここも大事なんで、ね、問題作成のプロセス、はい、これくるっと丸、これを追体験もくるっと丸することがすることにより今後、出題されそうな箇所、出題形式などを予想することができるこの受験感覚、ちょっとこれくるっと丸を身につけることができますと。この、 あの受験感覚というのはね、まあ、皆さんもこれまでに例えば中学受験、高校受験、大学受験、あるいは入社試験、英検の1級、TOEIC、まあ、いろんなあの試験をね、受けてこられた時に必ずやはり過去問をね、あのそれなりに、まあ、確認というか勉強をあのされたと思うんですね。で過去問をこう、まあ、勉強すればするほど、まあ出題者に近づくと言いますかね、あのこうある一定をですね超えるとこう、まあ、あのゴルフでもよくゾーンに入るとかね、スポーツでもこう言いますけど、あのその問題をこう通して、まあ、出題者のねその発想と言いますか考え方、それからこの取材のプロセスみたいなものがこう見えてくる、そういうあの、まあ、シンギュラリティみたいなものがあるんですよね。それを私はこの、まあ、受験、ここではね受験感覚という言葉で表しておきましたけどね、はい、株などの相場格言の一つに相場のことは相場に聞けという金言がありますが、通訳案内の実務の取材予想については過去問と観光庁研修テキストに聞けと申し上げたいと、まあ、なんか唐突にあの株相場の格言出てきましたけども、まあ、ともかくあのこう過去問とこのテキストをよく見ておいてくださいということになります。はい、で問題作成法、過去問はほとんど観光庁研修テキストからの出題であったが、各年各年とも観光庁研修テキストのページ照準にほぼ問題、これねページ照準これくるっと丸、この観光庁研修テキストのねページの若いところからだんだん、まあ、あのこう上のといいますかね出されたんですね。すなわち出題者は観光庁研修テキストのページをくりながら次々と問題を作成したということである。まあ、これですから皆さん追体験できるわけですね。はい、で受験者は観光庁研修テキストのページ照準に問題が作成されていった過程を追体験すること、これも下線引いてくださいね、追体験することが大切である。これあの出題者の先ほど申しましたようにね、なんて言いますか発想と言いますかね、まあ、メンタリティと言いますかね、まあ、そういうこうあのものを感じ取ることができる、まあ、そういうことでございます。よろしいでしょうか。
はい、次のページ関連、法令からの、出題分析というところですけどもね。で1番関係関連法令からの出題し2018年以降毎年関連法令から毎年はい、これと思いますね。毎年2023年度の受験者は通訳案内手法1で、まあ、1か2通訳旅行業法3著作権法4薬器法5景品表示法に注意とというのはこれが出てるからです。各年度の関係法令からの出題実績はまあ下記の通りであると。まず道路運送法だけね、あの2018年に1回、まあ、出てそれから出てない、まあこれまたそれ出るかも分かりませんけどね、やっぱ重要度からすれば先ほど挙げたこの5つの法令が重要ですよと、まあ、誰か考えても分かることだと思います。でそこの、 あの関係法令からの出題実績を、ちょっとマトリックスでまとめてみました。18年左側18年から22年までですね。通訳案内手法、旅行業法、景品表示法、著作権法、薬器法、これ昔は薬事法と言ってますけどね、2016年ぐらいでしたっけ、薬器法に変わりました。道路、運送法ですね。それぞれが各年度に何台出たかと、こういうあの統計あの資料を作るのをあの大好きなんです。通訳案内手法が、18年から8台、7台、3台、1台で21、合計21台ですね、はい、で旅行業法が、合計で、17台。最初はね2年間はあの通訳案内手法の数が多かったんですね。で、20年が同じ3台3台で21年が、旅行業法が多くなって、で昨年も旅行だから旅行業法ね要注意なんですね。そこのね21年度の3くるっと丸、22年度の4くるっと丸、だから昨年はね通訳案内手法が2台に対して旅行業法が4台、まあ2倍ということですよね。ですから要注意で、景品表示法が19年から22年まで、1問ずつ、まあ、きれいに出てると。で合計4台で、著作権法が、まあ、過去3回出てましてね、18と20と22で3台で、あと薬器法、これがあの3回出てまして18年、19年、22年で3台で、先ほど言いましたけども道路運送法が18年に1台と、でこれで全部マトリックス合計すると48台というのはね、これまで100台、まあ、出てるわけで、100台のうち約半分がこの関係法令からの出題であるということができるわけですね、はい、で昨年を見ると9台出てますね。ですから8台のうちの9台ですから、ちょうど昨年は 50%、 半分が関係法令からの出題です。しかもほとんどが観光庁研修テキストから出ていると、そういう、 こうあの事実があるわけですね。だから受験者の方はね、こういう、 こう情報を、まあ、こうまず知るところから始まるんですね。受験勉強って大体そこから始まるんだけど、私があの
皆さんの代わりに全部そういうものをまとめているわけでね。なので皆さんはこう非常に勉強しやすいって言いますか、まあ、これ以上の勉強しやすい教材はない、と私はこう思っておりますね。はい、ですからそういうアドバンテージをね、ぜひともこう大いにやはりこう活用していただきたいと。で毎年、第一次筆記試験のこう、第二次もそうですけどね、こう後に、メルマガのね読者のだからいろんなレポートとかをねこう拝見しますとね、試験場でもうハローのこの教材をもうほとんどといいますか、かなり多くの方がこうみんな見ているというそういうこう報告があるわけなんですけどね。でも中にはねこの傾向と対策、知らなかったといいますかね、こう見てない方もいるわけです。そうするとその方と皆さんのように、事前にね今も約2ヶ月前になりましたけどね、こう見ている人を比較した時にどれだけ勉強の効率がこう違うのかと、よろしいですか。だからそれは皆さんの偶然か必然か分かりませんけど、私のこういうこの資料をご覧になる機会ができたと、また私のこの動画をまた見ていただいておられるね、皆さんはそういうこうアドバンテージがあるわけですから、それはやはりこうフル活用していただくことによってね、非常に合格しやすくなると、そういうことがあると思います。だからこれご自分でこの資料をね、こう今回も私2018年から全て の問題をもう一度全部見てですね、分析をしてこの資料を作りました。これ5年間、蓄積をねしてきてるわけで、全部で合計すれば何百時間こうかかったかなと。ただ私自身が先ほども申しましたように、こういう資料をこうきちんと作るということはとてもこう楽しくて好きなことなので、別に何も苦にもならないし、むしろこう、喜びといいますかね、これを皆さん受験者の方にね喜んでいただけるだったらね、これ私のまたこう本当に喜びなのでね、だから皆さんはそういうぜひアドバンテージをフル活用なさっていただけたらよろしいかと思います。はい、あとお友達で受験をされる方があればぜひご紹介をね、こういう資料あるよと言ったらお友達にすごく喜んでいただけると思うんですね。はい、なるべく早く教えてあげてください。はい、銀河系のこう広いお心でぜひ教えてあげていただきたいと思います。で次に通訳案内手法の取材実績というところで、私はとことんこうやはり自分特に完全主義者っていうんですけど、できるだけ、事実に基づいてですね、そのこう、インフラストラクチャーといいますか、この試験のデータベースといいますかね、そういうものをこう受験者の方にご提供させていただいて、あとはやはりこう歩いていただく、その道をね歩いていただく、走っていただくのは皆さんになるわけなんですけどね、最大限こういう事実をまず確認をしていただくことはとても重要だろうと。通訳案内手法は18、19、20、20、22とそれぞれが第何条から出てるかなと、ここまでこうこれご自分で調べるのこれすごく時間かかりますよ。はい、通訳2番3番か、旅行業法、
これも18年から22年までこれ毎年出てまして、それぞれが第何条と。そこの法律のところをクリックすると、ネット上でね、これ全部確認できるわけですよ。はい、まあ、全部確認はねする必要ないかも分かりませんけど、とりあえずはこういう事実があるなと。で、皆さんがご自分で確認したいと思うときにね、もうすぐにこれ確認できると、まあ、こういうことが重要なのかなと。で、次4が景品表示法、まあ、不当景品類および不当表示防止法、これ4年間分が、このように出て、大体第5条の第2項が出ていると。やはり、まあ、今年もね、第5項、あ、ごめん、第5条がね重要なのかなと。著作権法、これが3回出てましてね、これ全部第5条の第2項なんですね。はい、これ重要ですよね。で、薬機法、これは医薬品、医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法律っていうんで、なんかしたかみそうな長い法律なんですけど、これを医薬品の薬とね、医療機器の機を取って薬機法というふうに言っております。で、18年から23回出てます。これ全部66条の第2項であると。これね、ぜひ、まあ、こういうのをやっぱりこう確認をねしていただくと、またね、皆さんのなんとなく知識のなんかこう、なんていうんですかね、確信になるじゃないですか。で、道路運送法、これは18年の第9条の第2項、これが1回出ています。これもだから、この試験のね、まあ、こうデータベースといいますかね、まあ、インフラストラクチャーですね。で、次のページをご覧いただきますと、ここに2022年度通訳案内の実務の問題分析というのがございましてね、その次のページは21年度、その次のページが20年で19年、18年と。この5ページ分、5年間分のこの問題分析、これもう一番重要ですね。先日観光庁研修テキストの時にこちら こう解説もね、ある程度させていただきましたので、そちらの方もぜひこう見て、まだ見ていない方はね、ぜひそちらの方の資料といいますか、テキストとこの動画をね、まあ、ぜひご覧いただきたいと思うんですけども、この問題分析を知っていて勉強するのと、こういうことはあまりこうよくわからない、つまりこのこう傾向と対策であるとか観光庁研修テキストの資料をね、こう私からお出ししているものをこう知らない方も、もう何回も言ってくどいと思いますけどね、全くこう状況違ってくるわけですよ。だからそれが、まあ、こうアドバンテージになるのかなというところですね。はい、で、これは後で2022年度の問題と、付き合わせてですね、こちらの問題分析、こう読んでいきたいと思っております。はい、それからあと先にちょっと次のね10ページをちょっとご覧いただきますと、観光庁研修テキストの目次という、これも先日の観光庁研修テキストの、まあ、学習法ですか、そ
ちらの動画でも解説をさせていただきましたけども、この100問のうち95問出ているこの研修テキストの目次からですね、どこのこう項目が出ているかということを一目瞭然にこうまとめたわけですね。ですから皆さんが観光庁研修テキストをこう勉強するときにね、この目次側も非常に重要になる、もちろん中身をね見ていただくんですけども、どの項目が何年の何番に出たかということを全てこちらの方に書き込みました、はい、ね、10ページずっと見ていただきますとね、で次のページ11ページ、はい、ご覧いただきますとこのようになっております、はい、で12ページですね、こちらの方に、まして、で13ページ第6章第7章で14ページいきまして、最後資料編までね、資料例えば資料著作権が自由に使える場合とかとか、こんなところまでありまして、はい、なのでここのね先ほどの5ページのねこの問題分析、それから、今ご説明しました観光庁研修テキストの、この目次ですね、これはもうこの通訳案内実務を勉強する上でのもう基本のキー ABC になりますので、ここを全部ねつぶさに私が全部説明するだけでもそれ10時間や20時間かかってくるわけで、私がこれからこう解説をさせていただくのは、2022年度の問題とそれからこの5ページの問題分析を中心にですね、解説を進めさせていただきたいと思っておりますけど、はい、では第1部はそれではちょっとここまでにさせていただきまして、引き続き第2部をご覧いただきたいと思います、はい。